ちは。2012年の、ブジョンの、ファストパートの練り歩きのレクチャームービーです。まず、ね、この練り歩きの体型は、3列構成になっています。スロー、ファースト、スローという形で両サイドに、スローパートの人がいて、真ん中にファストパートの人がいる状態になっています。なので今回はファストパートなので真ん中の人たちのレクチャームービーになります。で、ではまあ最初からすみません、で踊りの説明入りたいと思います。で今回レクチャーするのは、ちょっと練り歩きで進むのが難しいだろうという部分の変更点のみとなっています。で始めていきたいと思います。でまず曲の始まりですが、下を向いた状態になっていますね。それで音が鳴って顔を上げます。でその時なんですけど、ステージで踊るときは、その場でフリーってみんな多分言われていると思うんですけど、練り歩きでは、4歩前に進んでいきます。でちょっとやってみますね。で音が鳴りました。で顔を上げます。右、左、右、左、この左足がついたときに手をスーッと出す感じになります。ちょっともう一度やってみますね。いきます。はい、音が鳴りました。右、左、右、左で、左手がつくと同時にもう手が自然とこういう風になる感じになります。なのでちょっと曲でやってみます。お願いします。でいきます。1列になると思うんですけど、今回は練り歩き専用に、2列作ります。なので、左側の人、真ん中の人、右側の人がいるんですけど、真ん中のファストパートの人が、まず奇数の番号の人、ファストパートの奇数の番号の人が、まず奇数の番号の方からやっていきます。奇数の番号の人は、左後ろに、動く感じになります。数番号の人で、そこにスローパートの人がいます。するとこっちに3で入る感じになります。で次に、偶数の人、偶数の人は、右前にスローのパートの人がいたら入る感じになります。もう一回やります。